んよ。ベルフィン街道を登ってます。今は標高 1100m で出た。今日はね、はい、北横岳ロープウェイっていうのかな。前ピラタスって言ってたよね。ピラタスだと思ってたんだけどよくわかんないんだけど、なんか変わったっぽいね。そのロープウェイを蓼科かな、あれ多分のロープウェイに乗って、うん、上の坪庭っていうところに行って、うんうん、そこでちょっと歩いてみようかなと思って、そこスキー場もあるから、うんうん、スキーで降りてくると下まで、うん、そうしよう。よし、片道がね1200円だったかなぐらいだったよね、うん、意外とねその高くね。そうそう、ロープウェイなんかロープウェイ高いとこ高いじゃん。高いイメージがある。葉っぱが高いのかな、うん、なんか片道じゃ乗れなかったり。あ、そうだね、うん、ちょっと天気が悪いな。大丈夫かな。どうだろう、ちょっと上登ってみないとわからない。今日天気良かったのに、ここ天気悪いね。山があるところは悪いのかな、よくわかんないけど。どんよりしてるじゃん。まあ行ってみようか。お、とりあえず行ってみよう。すごいじゃん、無標だ。お、晴れたじゃん。え？晴れてるね。一気に晴れてるじゃん。すごいな。あれどこ行ったよ、雲は。あれか、霧が出てたのかな。晴れるかな。ああ、綺麗だね。ああ、やっぱいいな。やっぱ雪のこういう雰囲気いいよね。うん、あ、ここから 200m で右。もう着くのかな。もうそろそろじゃないですね。雪持ってるね、道に。ここだ。うわ、すごいじゃん。書いてる。リンカル。書いてる。あ、まだ2キロも登るんだ、この道を。大変だな。ねえ。すごい湯気が出てるよ。あと1キロ、1.3キロ。ちょっと雪が残ってるね。雪かな、凍ってんのかな。でも肉で登ってってるからな。上から巻いてあるからね。あったあった。ありましたよ。到着です。到着だ。急に。おお、なんかリゾート感があるじゃん。ねえ。かな。うん。わあ、これか。そうそう。これだね、ロープウェイ。おお、ロープウェイが来た。準備完了。じゃあ行ってみましょう。はい。レッツゴー。今日は9時から。もうここで1771mだって。36でだよ。すごい。うわ、すごいな、山。すげえくっきりになったね。めちゃくちゃ綺麗じゃん。すごい。いいね。すごいね。さすが。おお、結構早いね。楽ちんじゃん、これ。結構良さそうだね。スキー場。いいじゃない。大阪さんも来た。早いねなんか。うわ、すげえ。標高2237。おお、すごいな。はい。ここから今登ってきて、坪庭がここなんだって。で、坪庭から分岐してこう行ったら、ここからここまで往復3時間ぐらい。第一休憩所坪庭って書いてある。すごいね。大絶景だね。結構手軽に登ってる。そうそうそう、だってゴンドラだもん。 2200m だよ。すごいよな、あ、すごい硬い。わ、すごいねこれ。すごいよね。結構雪があるね。おお、坪庭って感じ。夏も良さそう、本当に。気持ちいいだろうね。すごい気持ちよさそうだね。標高2300ぐらいだからさ、12、3度低いんだもん、温度が。あ、本当に天ぷらみたい。見て、エビの天ぷら、尻尾の。いや、だって別に。エビの天ぷらっていうものじゃない。エビの尻尾でしょ。エビの天ぷらじゃないの？じゃないよ。おお。山頂まで1時間だって。1時間半くらいかかるかな、雪だから。ああ、どっちだろう。雪とどっちが早いんだろうね。ちょっとわかんないね。60分。途中で必要になったらアイゼンつけようね。まだいいけど。うん。うん。一応つけとこうか。滑り落ちたら困るから。うん、ねえ。ふかふか。はい。つづら折れに上がってくるんだね。よし。登るね。よし。行ってみよう。うわー、綺麗だよ、上が。まだ氷が残ってる。綺麗だね。すごいな。いい景色。すごいね。さっきこの下があれだよね。坪庭だよね。この下の方ね。ね、歩いたらあったあるもんね。うん。北横岳。七つ池。七つ池っていうのもあるんだって。まだまだだなあ。あれか、山頂。あの上が山頂だよね、多分。遠いなあ。なんだろう、ここ綺麗だなあ。あ、なんか見えてきたよ。あ、本当？うん。ヒュッテだ。北横ヒュッテ。納豆美味しいね。そのジュースも美味しいね。うん、美味しい。行こうか。うん、ここから登るのかな。ここから登るね、また。ね。でも足跡いっぱいあるから。出るでしょ。帰りの方が怖いね。帰り気をつけて。すごいね。ああ、結構急だね。すごいぞ、これは。結構急。ここが頂上かな。どうだろうね。大展望。来たね。いやー、すごいね。巨大エビ天。エビ天。すごいね。冷たくないの。冷たいけど、すごいよ。ほら、模様が見える。うん。すごい模様だよこれ。本当だね。はい、北横岳南方何メーター 2471.6 メーター、絶景です。いい眺めだね、ほんとすごいな、うん、あー南アルプスで、中央アルプスで、御嶽で、北アルプスで、あ、御嶽で乗鞍かな、どっちだろうね、うん、ちょっとわかんない。ちょっとね、余裕でもないよ。待って待って待って。もう余裕でした。あ、そう、一瞬だったな、下りは。なあ。うまいじゃん。滑ってばいいんだけど、突然グッて噛んだら怖いじゃん、アイゼンが。そう。この先、三つだけは岩場で危険ですだって。軽装では入らないでって。坪際まで。さあ、ここをずっと登ってったんだもんね。山の中を。帰ってきたぞ。いや、いいね。東天狗、洋西天狗、え、あ、東と西の間に洋が見えるんだ。前どっち登ったの？夏どれ登ったの？洋登ったの？え、天狗だよ。西東両方？両方行ったんじゃなかった？すごいじゃん。あれだぜ、あれだね、ピョコンと出てるやつ。へえ。あ、樹氷コースっていうのがあるらしいよ。初心者だな。カモシカ行くか。カモシカ、あ、ひょうたんもいいじゃん。33度。あ、やっぱや楽ちんだな、歩くより。そうか。あっちだよね。だよね。危ねえ。一瞬だったな、降りるのは。でも気持ちよかったな。歩くだけじゃゆっくりだからさ。いやー、楽しかったね。楽しかったね。結構いいな。うん。だいぶ楽しめた。1200円で上まで登れてさ。そうそう。北横岳まで1時間半ぐらいかな。うん、雪だとどうなんだろう。だから9時のロープウェイ乗ったでしょ。うん。で今1時半だから。うん。3時間半、4時間半か。上で休憩したりして、ね、眺めも良かったし、簡単だしな、山。そうだね。うん、まあでもスノーシューとかアイゼンがいるね。アイゼンとストックはあった方が良さそうだったけど、でも楽しかったよ。最高でした。で最後スキーまでして降りてこれんだから、そうそうそう、ね、温泉とご飯、なんかカフェかご飯か、もうね、時間がな、2時だからな、お昼ご飯なかなか空いてるとこないかも、ちょっと探さないと。ああ、そうか。ね、だ先お風呂行きたいけど、先にご飯食べといた方がいいな、これは。やっぱもう2時になると全然ダメだね。ダメだね。店がほぼやってないから、ここら辺ね。富士見町まで行ったらなんか1か所やってそうな感じのところがあったから、行ってみようかな。気持ちいいね。降りてきたぞ、だいぶもう山も。下の方は雪がないね。ねえ。ナイスビュー。いいね、気持ちいい。なんか意外と遠いんだな。メルヘン街道降りてから。だいぶ甲府の方に行くんだね。そんな遠いと思わなかった。お、富士見町。だってここから。おお、富士見パノラマだな。ああ、雪ないな。結構雪ないね。ねえ。富士山がちょびっと見えてる。あれね、そうだよね。雲の横っちょから。小さな食堂山彦っていうところらしいんだけど、この辺なんだって。あ、看板出てるよ。あ、これここ出てるじゃん。うわ、本当だ。え、ここ行くの？ここ行くの？すごいとこ行くな。あ、15時半までって看板も出てるし、やってそうだ。へえ。はい。行ってみようか。うん。はい。山彦ランチ。かす汁。めちゃくちゃうまい。かす汁だよね。美味しいな、このかす汁。このお漬物もすごい。これなんだ。干してるやつ。そこに干してるやつ。美味しいよね。ちょっと食べてみる。ね。2年だって。2年干してなるんだ。夏も大丈夫なんだね。ね。すごいね。これは牛肉。美味しいでしょう。美味しい。ね。今日美味しかったね。美味しかったね。すごいなんかさ、家庭料理みたいな。なんていうの？古民家が似合う料理。そう。だね。まさに。ザ和食っていう。そうそうそう。美味しかった。よし、ちょっとまだ足りないからな、パン屋さんでも行こうかなと思って。まだ食べるの？食べてもいいなと思って。どう？すごいね。パンパパン、パンパパンっていうお店、ここでちょっとデザート系を買って食べようかな。これはフレンチ。これじゃん。あ、これここだった。どこだ？ここ駐車場はここか。よいしょ。7時半から開いてんの。早い。すごいな。すごいね。さすがパン屋さんだね。ここかな。ここだよ。本当？ああ。入り口もこっちか。あれかな。くるみいちじくもらおうかな。チーズフラもいいけどな。いる？なんかハンブール。わあ、美味しそう。カスタードロングって美味しそうだからこれ頼んだよ。美味しそうだね。ね、先に頼んだ方がいいって書いてある。飲み物もあるし、イートインもできるし。あ、ここにもパンあるじゃん。ブリオッシュ。美味しそうだね。なんかいる？あ、もっとあったんだ。さっきまでは。そこにいっぱい。いいね。2人だからそこの2人席でいいでしょ。ここでいいよね。十分。すごい綺麗。カスタードロールだったかな。カスタードロールだってね。美味しそうとイチジクだったっけ。イチジク。美味しそうだなこれも。はい。今日コーヒーも飲んでないしな。そうなの。上カフェ開いてなかったし、コーヒー忘れちゃったから。いただきます。パリパリだね。ね、クロワッサンの生地って書いてあったけど、すんごいじゃん、カスタードが。うまそうこれ。すごいな。これはいいね。いただきます。これはデザートだね。うまいな、すごいな。美味しい。カスタードも甘すぎないな。そうそうそう、甘すぎないね。いくらでもいける。なんかすごい入ってんのにふわっと溶けるのかな。うん、本当だ。このサクサク具合がすごいな。うん、美味しいなこれ。めちゃくちゃうまいな。うん、なんだこれ。美味しい。結構ずっしり、うまそう。いちじく、くるみいちじく。あ、結構しっかりしたよね。ハード系だからね。うまい。美味しい。美味しい。うん。あ、すごいいっぱい入ってる中身。うん。うん。あ、いちじく美味しい。いい香りや。うまい。カスタードロールめちゃくちゃうまかった。美味しかったね。サックサクだったね。シュークリームよりはるかにうまかったんだね。美味しかった。あんな美味しいもんあるんだね。ねえ。びっくりしたぜ。It's like